こんにちは、アドベンチャーランナーの北です。今日はですね、アラスカ560キロ極寒レースに向けてですね、トレーニングをしないといけないと思いました。でこのレース、ソリで15キロのソリをですね、引いて雪の上を歩いていくっていうのがメインになるので、それに対してもどういったトレーニングをしたらいいだろうということを考えて、考案したのが今日こちらです。じゃじゃん、タイヤです。自動車用のタイヤを一つもらってですね、これを引っ張って、すれば、ソリに見立ててトレーニングできるんじゃないかということで、考えて準備しました。実際このタイヤが7キロあります。ソリよりは半分ぐらいなんですけど、トレーニングにしてはこれぐらいがいいのかなということですね。で、おもちゃのソリも考えたんですけど、砂浜で、ソリを引いて、僕20キロ走っていうのをしたんですね。じゃあソリの底が破れちゃって、使えなくなってしまって。なので、長い距離を練習するんであれば、やっぱり耐久性のある、こういうタイヤじゃないとダメだろうということで、タイヤをこれからトレーニングしていきたいと思います。で、このタイヤをですね、どうやって、引っ張っていくかと。ということで、ちょっとまあ考えて、ホームセンターでロープを買ってきました。ロープをつけてですね、引っ張ってみようということになります。じゃじゃん。お手製トレーニングマシーン、タイヤ1号。いけそうかな？ちょっと行ってみます。じゃあこれ。このベルトはやっぱり、ロープあるだけなんで固定できないんですけど、なんかベルトを工夫すれば、ザックに結べないといえば固定できるのかなって感じですね。ちょっとこれで次何十キロ走かしてみたいですね。で、実際で歩くと、ソリを引くと何がきついかって、やっぱり前の240キロレースでも前の太ももがかなり疲労するんですよね。で、こんな風に路面が平坦じゃないので、雪の上なので、踏ん張る力も必要ですし、多少山もあったりしたので、そこをこのタイヤ1号で鍛えれたらなという狙いです。これがですね、今8月ですけど、2月のレースに向けて半年かけて、このタイヤ引きがうまくいけば、強い強靭な足を身につけてですね、560キロ先のゴールを目指していきたいなと思います。ここからソリ連スタートになります。いきます。ちょっと川ありましたけどね、これ僕実際本番で凍ってない川で足こちゃしたことがあって、足もキンキンにガチガチに凍ったことあるんで、ソリを操る訓練でね、マジでなんか入っていけたらなと思ってます。これはすごい、猛烈に
体力鍛えられますね。足腰も心配も、いやー、いいソリレンなりますよ、このタイヤ1号。いやー、いい相棒とこれからトレーニング頑張ります。いくぞアラスカ。前回はテストしてうまくいけそうだったので、